さんの夏の快眠法、分厚い布団とエアコンの絶妙な組み合わせとは、エアコンを使いすぎると朝がだるい、が優ユタ流解眠術で解消する方法、真夏の暑さが厳しくなると、多くの人が快適な睡眠を求めてエアコンを使い始めます。しかし、エアコンを使いすぎると体が冷えすぎたり、朝にだるさを感じたりすることがあります。そんな中、最近話題になっているのが、 分厚い布団とエアコンの組み合わせです。これは人気アイドルガンユうタさんがファンに向けて発信した夏の睡眠法で多くの人々に共感を呼んでいます。岸さんは冬と同じくらい分厚い布団で冷房をつけて寝るとちょうどいいとアドバイスしています。この方法はエアコンの冷たい空気から体を守りつつ快適な温度で眠ることができるというものです。実際に多くのファンがこの方法を試してみて、 その快適さに驚いていてますあるファンは、エアコンをつけたまま寝ると朝がだるく感じるけど、分厚い布団を使うことでその問題が解消されたとコメントしています。しかし、なぜ分厚い布団とエアコンの組み合わせが良いのでしょうか。これにはいくつかの理由があります。まず、布団が体を包み込むことで、エアコンの冷たい空気が直接肌に触れるのを防ぎます。これにより、 体が冷えすぎるのを防ぎ、適度な温度を保つことができます。また、布団が体温を保持するため、エアコンを使っても体が冷えすぎず、快適な睡眠を得ることができます。さらに、エアコンの温度設定も重要です。岸さんは、具体的な温度設定については触れていませんが、多くの専門家は24セシから26セッシの範囲が理想的だとしています。この温度設定は、 体温を下げすぎずに快適な環境を提供するため、睡眠の質を向上させる効果があります。また、エアコンの風が直接体に当たらないようにすることも大切です。風が直接当たると体が冷えすぎてしまうため、風向きを調整したり、エアコンの風を遮るための工夫をすることが推奨されます。また、布団の選び方も重要です。夏場に使う布団としては、通気性が良く、 湿気を逃がすす素材が適しています例えば、綿やリネンなどの天然素材の布団は、通気性が良く、汗をかいても快適に過ごすことができます。さらに、冷感時期パッドを使用することで、より快適な睡眠環境を作ることができます。このような工夫をすることで、夏の夜でも快適に眠ることができるのです。一方で、エアコンを使わずに快適な睡眠を得る方法もあります。 例えば、扇風機を使って部屋の空気を循環させることで、エアコンなしでも快適な温度を保つことができます。また、冷感ジェルマットや冷感タオルケットを使用することで、体を冷やしつつ快適に眠ることができます。これらのアイテムは、エアコンを使わずに涼しい環境を提供するため、エネルギーの節約にもなります。さらに、夏の睡眠環境を整えるための他の工夫としては、 寝室のカーテンを遮光性の高いものに変えることや、窓を開けて自然の風を取り入れることが挙げられます。これにより、室内の温度を下げ、快適な環境を作ることができます。また、寝る前にぬるま湯に浸かることで体温を調整し、スムーズに眠りに入ることができます。個人的な体験として、私は夏の夜にエアコンを使うことが多いですが、岸さんのアドバイスを試してみたところ、 その快適さに驚きました特に分厚い布団を使うことでエアコンの冷たさを感じず朝までぐっすり眠ることができましたまたエアコンの温度を24節に設定し風が直接当たらないように工夫することでさらに快適な環境を作ることができましたこのように夏の夜の快適な睡眠を得るためにはエアコンの使い方や布団の選び方に工夫が必要です 士さんのアドバイスを参考にしつつ、自分に合った方法を見つけることが大切です。また、エアコンを使わずに快適な環境を作る方法も試してみる価値があります。最終的には、自分の体調やライフスタイルに合った方法を見つけ、夏の夜を快適に過ごすことが重要です。今後も、睡眠の質を向上させるための新しい方法やアイテムが登場することでしょう。その中で、 自分に合った最適な方法を見つけ、快適な睡眠環境を作り上げることが大切です。岸さんのアドバイスをヒントに、自分のライフスタイルに合った方法を見つけて、夏の夜を快適に過ごしてみてください。また、岸さんのアドバイスを実践する中で気づいたことや感じたことをシェアするのも楽しいかもしれません。例えば、ある日特に暑かった夜にエアコンを強めに設定して分厚い布団に包まれてみたら、 翌朝の目覚めがいつもよりすっきりしていたことや、逆にあまり効果を感じなかった日もあったかもしれません。これらの体験を共有することで、他の人々も自分に合った快適な睡眠方法を見つける手助けになります。さらに、夏の夜の快適な過ごし方について、科学的な視点からも探ってみるのも興味深いです。例えば、人間の体温は夜間に自然に下がる傾向があり、そのために涼しい環境が求められます。 しかし、エアコンを使いすぎると体温が急激に下がりすぎてしまい、逆に快適さが損なわれることもあります。このため、エアコンの温度設定を適切に行い、体温を安定させるための布団の選び方が重要となります。一方で、エアコンなしで快適に過ごす方法も科学的に指示されています。例えば、寝る前にシャワーを浴びることで体温を一時的に下げ、 その後自然に体温が上がる過程で眠りに入りやすくなるという方法です。また、寝室の湿度を適切に保つことで、快適な睡眠環境を作ることができます。湿度が高すぎると不快感を感じやすくなりますが、適度な湿度を保つことで涼しさを感じやすくなります。個人的なエピソードとして、ある夜に扇風機を使って窓を開け離し、自然の風を取り入れてみました。結果的に、 エアコンを使わないことで環境に優しく、また自然の風の心地よさを感じながら眠ることができました。このような自然派の方法も、エアコンに頼らない快適な睡眠方法として試してみる価値があります。また、睡眠環境を整えるためには、日常生活のリズムも大切です。規則正しい生活リズムを保つことで、体内時計が整い、自然と快適な睡眠が得られるようになります。特に 夜遅くまでスマートフォンやパソコンを使うことは、睡眠の質を低下させる原因となります。これを避けるために、寝る前の時間をリラックスして過ごすことが推奨されます。さらに、食生活も睡眠に影響を与える要因の一つです。寝る前に重い食事をとることは避け、軽めの食事やリラックス効果のあるハーブティーをとることで、質の高い睡眠を得ることができます。また、 カフェインやアルコールの摂取も控えることが大切です。これらの工夫を日常生活に取り入れることで、全体的な睡眠の質が向上し、夏の夜を快適に過ごすことができます。さて、ここで少し視点を変えて、現在のトレンドや最新の研究についても触れてみましょう。最近の研究では、睡眠の質を向上させるための新しいアイテムや技術が次々と登場しています。例えば、 温度調節機能を持つマットレスやスマートフォンアプリを使って睡眠の質をモニタリングする方法などが注目されています。これらの技術を活用することで、より科学的に睡眠環境を整えることが可能となります。また、自然療法やマインドフルネスといった新しいアプローチも注目されています。これらの方法は、ストレスを軽減し、リラックス効果を高めることで、快適な睡眠を促進する効果があります。 例えば、寝る前に簡単な瞑想を行ったり、リラックスできる音楽を聴いたりすることで、心地よい眠りに導くことができます。私たちが忘れがちなことの一つに、睡眠はただの休息ではなく、心身のリセットと回復の時間であるということがあります。この時間を大切にするためには、自分に合った方法で快適な睡眠環境を作り出すことが重要です。岸さんのアドバイスをヒントに、 自分自身の体験や試行錯誤を通じて最適な睡眠方法を見つけてみてください。最後にあなたが夏の夜を快適に過ごすために実践している方法や工夫をぜひ周りの人々と共有してみてください。共感やアドバイスを通じて新しい発見や改善点が見つかるかもしれません。そしてお互いに快適な睡眠環境を作り上げるためのヒントを提供し合いより良い夏の夜を過ごしましょう。 あなたの体験やアイデアが他の人々の快適な睡眠の手助けになることを願っています。